はい、皆さんこんばんは。ギタリストのりちゃんの小部屋でございます。2月15日水曜日ということでございますがね、前回のね、チェロ奏者の演奏が思いのほか評判が良くてですね、本当にあの反応がありました。ありがとうございます。ぜひね、あのご覧になってない方はですね、アーカイブをご覧になっていただければと思うんですが、まあ、折山くんというね、あの若い方と一緒に共演させていただいたということでございます。これからね、春先に向けて、そういった音楽あるいはそういうアーティスト関連の方をですね中心に、お招きしてお話ししたいなというふうに考えてますので、ぜひねお付き合いいただければとございます。で、背面があって、これ僕の方でちょっと頼んだんですけど、この前まであのね、これ同じサハラ砂漠なんですけど、これ去年のね、12月24日のこれ僕なんですよ、これ。クリスマスの、街中はねみんなで浮かれ騒いでるような時にね、僕あのサハラ砂漠でキャンプしてたんですね。でその時のこの写真をこれちょっと載せさせていただきました。これからしばらくこれでいきたいと思います。かっこいいですか。ありがとうございます。これねなんかね怖いっていう人も結構いるんですけども、結構似合ってるねっていう方もいらっしゃいます。でこのサハラ砂漠の旅に関しましてはですね、あのここの焼津テレビの、まあ、卒業生って言えばいいんでしょうかね、あのスンテレさん、スンテレっていうあのスンプジョーテレビの略ですね、こちらの方であの前回ちょっとゲストでお招きしていただいて、26日間の旅を、ぎゅっとしてこう17分でその番組でご紹介させていただいておりますのでね、ぜひ皆さんそちらの方もね、スンテレさんの方もぜひよろしくお願いいたします。ギタリストのりちゃんの旅ということで、ご紹介させていただいております。はい、そして今日のゲストでございますが、久しぶりです。女性をお招きしたのはですね、今回はですね、なんとですね、若い女性の方にお越しいただきました。それではお呼びしますので、ご準備の方よろしいでしょうか。大丈夫ですか。はい、ということでご紹介する方はですね、イラストレーター兼デザイナーのなおさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なおさん登場で、今日はありがとうございます。お越しいただきまして、ありがとうございます。いや今日はなんか全体的にこう 黒なんで、黒で、そうですね、黒いの可愛いな、あ、黒が可愛いなということで、はい、僕も黒ばっ黒で、確かにもう真っ黒ですね、お揃い、背面もちょっと暗い感じなんで、ちょっと怪しい、なんか、ね、なんか2人でなんか怖い話をするかのような、はい、ね、なんかそんな、ね、あの見た目になってしまいましたけれども、今日お話しさせていただきたいのがですね、そのなおさんのことと、それからですね、あのちょっと最初にも説明しちゃいますけど、あらま、これはこれは何が起きた、放送事故ですかね。あらま、スタートということで、はい、皆さんこんにちは。のりちゃんの小部屋でございます。2月15日水曜日ということでございますが、皆さんいかが お過ごしでしょうかということでございますが、そんなこと言ったら時間がどんどん経ってしまいますので、ね、そのまま続きでいきますけれども、なんとあの突然ちゃんちゃかちゃんちゃかなったもんでびっくりしましたけれどもね、これこの前宣伝させてもらったね、2月26日に開催する、ちょっとこれじゃちょっと分かりにくいな、ちょっとあの丸まってちょっとこれね、2月26日に開催される、静岡エスニックフェス、こちら開催されるのですが、ポスター、はい、こちらですね、なんとこのキャラクターデザインって言えばいいんでしょうかね、このこれを書いていただいたのがですね、実は今私のお隣にいるなおさんでございまして、で彼女に依頼をさせていただいたことの発端っていうのは、それこそこれまた後ほど出てきますけども、お話でフリーキーショーっていうライブハウスの小坂くんのご紹介で、なんとですね、彼女の描くこの絵がですね、割とこう若い方があのたくさん来る、
そういう実績があると、まあそこまでおっしゃるということでございまして、いや僕正直こういうちょっとアニメっぽいような感じなんですけどもね、まあ僕アニメは好きなんだけど、こういう作品っていまいちちょっと僕の世代ってあんま馴染みがなくて、世代的にね、そうまあどうなんだろうなと思ったりもしたんだけど、まあ逆に僕にはない感覚があってこそ価値が出るんじゃないかなと思ったんです。友達でも夫婦でもそうだと思うんですよ。違う価値観があるから2人あるいは3人何し今回出る演者さんもたくさんいますけれどもね、存在価値が出るなっていうふうに僕はそういうふうに考えておりまして、あ、準備していただきました。これ奈穂さん今日これ持ってもらって、でかいですね。こちらでございますね。ちょっと奈穂さんの顔が隠れちゃいますけれどもね、これ2月26日に開催静岡エスニックフェスでございます。皆さんぜひねご来場いただきたいというふうに思ってますが、今日はこちらのイベントの宣伝ではなくてですね、奈穂さんについてちょっとお話をいろいろ聞いていきたいなというふうに思っておりますが、実はねこの作品をいただきまして、まあ、編集してポスターとかこういうの作った時に僕の友人なし身近な方からですね、この絵についてですね、はい、質問が質問というか、うんうん、物議をかもしたっていうか、いや大丈夫大丈夫で、やっぱりそう気になる人が多いってことなんですけども、はい、この女性ですよね、この、はい、この女性、はい、静岡エスニックフェスのこの女性なんですけどもね、この子って未成年かなっていうね、確かに、うん、あるいは、はいはい、僕あ何か探してるのかなとか、うんうんうん、何かを探してるかなっていうそんな、うんうん、あの感想聞いてもないのに、うん、ただ僕はこのフライヤーを渡しただけなのに、はい、このフライヤーをじっと見てですね、はいはい、まあこの子は一体何を探してんだろうと、うんうん、いうようなことを言ってきたっていうことは、やっぱそれなりにインパクトがあったっていうことなんでしょうね、この絵ですけれどもね。まあここら辺はネタバレになっちゃうので、はい、もちろんあまり深く聞くのはアーティストさんには失礼かなと思うんですけど、何か探してるんですか？はい、どうなんですかね、特にそういう設定っていうのはあるんですか、うん、その自分の中で書く上で設定、うん、例えば年齢層とか、はいはい、あるいはこの子はこういう性格の子とか、うん、はいはい、まあいろいろあるじゃないですか人でも、うん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 、そういうのって意識します？でも確かに女の子書くのがすごい好きで、はい、で大人っていうかよりも、はい、なんか少し頭身が小さめって言ったら分かりますか？なんか、はい、アニメのキャラでも、はい、なんか八頭身とかいろいろあると思うんですけど、はい、ちょっとそれよりも小さめキャラを描くのが好きなので、はい、あ、なるほど、やっぱりなんとなくちょっと未成年っぽく見えちゃうのかな、うんうん、華奢なね感じといえばいいのかな、はいはいはい、割とこの肩のラインとか首も細かったりして、はい、うんうんうん、華奢なイメージはありますよね。はいはい、そうです、うん、で今回は、まあ、エスニックフェスってことで、まあ、彼女も悩んだんでしょうけど、この絵僕がやっぱフラメンコギタリストっていうことをどうも意識してくれたみたいなんですけど、こう牛のね絵とね、それからここの女性の髪にバラがこう刺してあったりということでございましてね、本当にねもらった時はおっとこう思いました。本当にただ僕がそのこの絵を見たねその感想っていうのがすごくなんか僕の中でも、あ、じゃあ彼女は一体年はいくつぐらいなのかなってやっぱ僕少し考えたんですよ、はい、うん、でまあ大人にしても、うん、まあ割とこう華奢だなってこう言われてみれば、はい、確かにそうだなと、うんうん、まあちょっと納得しましたけれどもね、はいはい、そんな風にですね、まあちょっといろいろちょっと突っ込んでお話ししたいんだけどまあ、このエスニックフェスのキャラクターデザインの他にもいろんな作品があると思うんだけれども、今日はその作品がなんと持ち合わせていないということで、データはあるっていうことなんだけどもね、うん、まあもしねまだ皆さんこれから彼女のアカウントなんかも
これから出す予定となっております、そちらの方またぜひですね、皆さんもぜひフォローしていただきたいなというふうに思ってますけれども、お名前もう一度言いますね。ナーホさんって言いますね。何ぬねのの何伸ばすの方ですね。これナーホっていうのは何ですか、このお名前は。私の本名がナナホで、はいはい、ナナホさんって言うんだ。そうなんですよ、ナナホで、で中学校の時に友達に、はい、なんかiPhone とかで LINE で送信するときに、はい、なお2回打つと2になっちゃうじゃないですか。そういうことですね、はい、2になっちゃいます。それが、はい、なんかナナホって打つのめんどくさいから、はい、これからナーホって呼んでいいみたいな、はいはいはい、言われて、そこからずっとナーホってナーホって言われるようになったわけですねあ、いいですねその流れ、うん、確かに2回変換するとね、そうそうそう、2本になっちゃう。そういうことですね、なるほど。そこで二本にはならなかった、ナーホになったということですね。はい、ということでございます。そして、ナーホさんの、まあ、一応、まあ、今までのこのイラストレーターまでのちょっとね、うん、まだお若いんで聞いてみたいと思うんですけれども、はい、その道のりといいますかね、うんうん、女性に年齢は聞くのは大変失礼なんで、そこはちょっと置いといてですね、うん、まあ、見ている方はご想像にお任せするとして、今までのその道のりといいますかね、そういうのちょっと教えてもらえると嬉しいなってところがあるんですけども、うんうん、そうですね、はい、イラストは、はい、まあ、ちっちゃい頃から描くのがすごい好きで、はい、でなんかその高校生になった時に、はい、なんか紙で描くんじゃなくて、はい、デジタルっていうかこういうようなイラスト描きたいって言って、はい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 、で、でもそういう機材みたいなのすごい高いじゃないですか、はい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 、イラストを描く機材みたいな、はいはい、で高校生でそれは買えないなってことで、はい、で iPhone で指でずっと描いてって、はい、でこういう網目みたいなやつも、このね網目ね、はい、後ろに背面にありますけど、高校生の時から指でずっと描いてたりして、こういう細かいやつ、だから細かい作業とかも結構好きだったりして、はい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 、で何だろうな、専門学校とかは全く別の歯科衛生士の専門学校、うんうん、歯科衛生士お行ったので、はいはいはい、そうイラスト自体は本当に、はい、ちょっと自分で調べて勉強して、はい、描いてる感じだったんですけど、まあもちろんね、仕事があってあった上でのその芸術活動だったり、そうですね、まあ僕も音楽は急にプロになったわけではなく、うんうん、最初は僕もサラリーマンやってたんで、あ、うん、まあそういうふうにね、やっぱり生活がまずね第一として考えた時に、まあもちろん歯科衛生士っていうね、そのお仕事をされながらっていうね、うんうん、そうですね、非常にそれはもう普通に当たり前のことですから、うん、でその歯科衛生士をやりながら、うん、その絵を描いて、そうですね、学生の時に、はい、ライブハウスで働いて、はい、でそこからその本当はダメなんですけど、うん、バイト中に落書きしてて、はい、落書き、おなるほど、そう落書きしてたら、はい、その正社員の人に、はい、なんか、え、ナホのイラストいいねみたいな言ってくれて、私はもうそれまでは本当に携帯で指で描くのがすごい好きだったんですけど、はい、そこからなんかだんだん、なんだろう、世界が変わるじゃないけど、はい、なんかそこから、はい、なんだろうな、フライヤーとか、はい、バンドのグッズのデザインだとか、はい、で今回のロゴデザインだとか、うん、あとはなんか服をその方と一緒に作ったりとか、服、はい、服も作られたんですね、はいはい、っていうのをやりましたね。なるほど、歯科衛生士っていう道を選びながらも、まあ、その仕事を、まあ、ちょっとサボってサボってっていう言い方よくないな、まあちょっとね、はい、うん、心が休む休まる時間にちょっとこうお絵描きをしてたら、ね、怒られると思いきや、いやいいねみたいな、いいねっていう、でそこでだんだん少しずつ自分の転機が訪れると、そうですね、だんだんそこが近づいてきてるっていうことで、はい、皆さんということで今日のテーマでございますが、こちらでございます、変化ということでございます。変化がだんだん訪れてきたということでございます。そしてその後は
その最初はこう絵が描くことが好きで、仕事中にもちょっと絵を描いて、そうですね、ライブハウスで学生のうちにライブハウスで働きながら、はい、まあ、その落書きとかしちゃったりして、はい、でなんかそこから仕事とかちょっともらえるようになって、はい、でそこからはでも学生専門学校卒業後は歯科衛生士として働いてたんですけど、はいはい、で2年ぐらい歯科衛生士として働いてて、はい、で去年の1月ぐらいに、はい、あの仕事を辞めて辞めて辞めたんですねそこで、はい、でそこでフリーキー賞のフリーキーで、はいはいはい、さんに、うん、トシ君で拾ってもらって拾ってもらってっていうね、まあまあまあ、うん、それで今フリーキーでお仕事をされているということですね、はい、そうですね。でもちろん今のこのイラストももちろんやりながらということで、うん、いいですね。だんだんこう歯科衛生士という職業はもちろんそれはそれで素晴らしいことだと思いますが、はい、少しずつ自分が変化しつつある中、今 そ,、ね、その音楽とそのいわゆるアートという世界と、うん、その中にどっぷりと使ってしまっている状態ということですね。ということで皆さん、この変化が訪れた、まあ、彼女の今の現時点でのこの立っている場所ですよね、うん、ということでございますがね。さあちょっとここで僕もこの変化っていう言葉をあえてしたのは、最初は変わろうっていうところから、うん、この一文字変っていう言葉をにしようかと思ったけど、あんまり変っていう言葉も一文字だとね、まああんまりいい言葉じゃんまあね、熟語もいろいろこうね、うん、例えば変人とかね、はい、変態とかあるじゃないか、はい、それじゃまずいなと思って、はい、やっぱりこの変化というこの2文字に僕は勝手に僕の方で変化にさせてもらいました、はい、ということで、でちょっとお話変わってですね、ここで、はい、ちょっと答えにくいご質問かもしれないんですけど、僕大体アーティストの方にはいつも、うん、なんかタイミングがあると質問させていただいてるのが、はい、今までどんなこう作品とか、うん、何でもいいんですけども、どんなものに影響を受けてきたかってことを教えてもらいたいんですけれども、うんうん、でこれって結構言いにくいことだと思うんです、うん、っていうのはアーティストさんにその人が何を影響を受けてきたか聞くっていうことは、うんうん、はいはいはい、っていうことは、これってある意味ネタバレでもあるわけですよ。そうですね。ですよね。自分の心の中を覗かれるっていう、ことにもなりますが、うん、もし差し支えなければそこら辺をですね、自分の中でお答えいただければというところでございますが、何かあります？そうですね、はい、影響を受けた作品っていうのは、はい、これっていうのはで、イラストの観点では、はい、これっていうのは特にはないんですけど、はい、なんかそのもちろんなんかいろんなイラストとかいろんな漫画見て、はい、でなんかいろんなところからはいとこう、はい、こうなんか吸収させてもらって、はい、今の自分があるっていう感じではあるんですけど、なんかその単純にそのアニメとか、はい、漫画とかが好きになったきっかけっていうのは、なんか鋼の錬金術師。ああはい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 、はい、読んだことないですよ。めちゃくちゃ好きで、うん、面白いですかその漫画は。そうですね、鋼の錬金術師がなんかもうめちゃめちゃ好きで、うんはい、アニメなんだろう、中学高校の時は特にアニメとか見てなくて、はい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 、なんか高校生の時になんかアニメ見よっかなみたいな、はい、暇だしみたいな、うんはい、部活終わった後暇だしみたいな、いや暇だし、はいはいはい、感じで鋼の錬金術師見たら、うん、なんかこれめっちゃ面白いってなって、はいはいはい、そっからもうアニメとか漫画で、はい、いろんなものを見て、はい、でそこでなんかもちろんそこでたくさん吸収させてもらって、吸収して、うん、今のイラストおつながってるのももちろんあると思います。そういうことなんですね、うん、鋼の錬金術師、はい、皆さんご覧になったことありますかね。あ、ここに今出てますよ。あ、すごい。今私の目の前のモニターにプロデューサーが今こう、はい、さっとこうお気遣いをこう分かってないから僕がそう、これは僕用のモニターだと思います。僕が分かってないからね。あ、こういうキャラなんだね。そうですね、うん、なるほど。
そうか、これはまあでも物語の内容に大きな意味があるような話、ね、ことだと思いますしね。そうですね。ねえ、なるほどね。皆さんね、この鋼の錬金術師ね、どんな話かまた誰か知ってる人から教えてもらいたいですね。一杯飲みながらね。どんな話なのかちょっと俺に力説してくれっつって言ったら、すごい好きな人だったらすごい一生懸命言ってくれそうですよね。そうですね。なるほど。まあここにまあ影響を受けてっていうことですね。やっぱそのアニメもさ、やっぱ世代によってやっぱこう違うわけですよ。同じアニメでもね。で僕らの時代は僕もやっぱアニオタだったんですよ。だけど僕はジブリとか好きで、うん、ほいでだけど当時の僕らの世代って、あのアニメ見るやつって気持ち悪いやつっていう風に言われちゃったもんで、人知れぬ場所でね、うん、人知れぬ場所でそっとあのジブリを見てたっていう感じで、で今はもうそれが正々堂々と喋れるどころか、そうですね、自分のその癖みたいなものをむしろ自分の癖みたいなものをあの自分から PR することがなんか割とこうなんか社会的にこう受け入れられるみたいな感じじゃないですか今。いい時代ですよね本当。だから今はほらアイドルオタクとかもいっぱいいるわけじゃないですか。そうですね、アイドルオタクね、まあ、まあアイドルオタクって言ったら怒られちゃうのかね、なんて言えばいいんですかね、わかんないけど、うん、だけどやっぱアイドルオタクっていうのもやっぱ当時僕らの時代はやっぱりちょっと気持ち悪い人で、っていう風に言われちゃう感じで、で僕もアニオタだったん でバレちゃったの俺アニオタっていうのがほいであいつ気持ち悪いぞみたいな感じで、まあちょっといじられたりもしたんだけど、だけどねこの年になってもまだねあのジブリは好きです。あんまりいいですよそこ合わせなくても大丈夫なんで、そうだから最近のその鋼の錬金術師だとかね、まあ、鬼滅の刃も僕、映画では見ましたけれども、まあまあいろいろ思うところはいっぱいあったけど思う個人的な感想いっぱいあったけど、あ、今のそうか現代の若い子は、こういうものにあの感動するんだなっていうことは学びました。はい、なんかごめんね俺ばっか喋っちゃってね、まあということでね、まあでも影響を受けてこそっていうのがあるんでね、やっぱりそうです、ね、うん、やっぱ何かに影響を受けて最初はこうなんかこう真似事から模倣から始まったりするじゃないですか、僕もそうですよ、みんなそうだと思う、そうやってみんな覚えていくんですよね、はい、ということで、皆さんいかがですかね。はい、さあそこでまあ今回ねちょっとこの変化っていうねこの言葉ワードを使わせていただきましたけれども、まあここでちょっと打ち合わせにないちょっとご質問もねあの後半に入っちゃったんでね、もう残すところあと10分もありませんのでね聞きたいなと思っていることがございますけど、どうですかあの今年、まあ、コロナがねまあ明けようとしてるじゃないですか今。そうですね、でやっぱみんな行動的になったり活動的になったりしてる中で、まあ今年どんな活動していこうかなとか、もしあったら教えていただきたいなっていうところがあるんですけど、さっきあのアカウントのね話もちょっとありましたけど、これからねそのいわゆる自分の作品の、そうですね、そうイラストのアカウントみたいなのはちょっとずっと作ってみたくて、なんかただの個人的なアカウントはもともとあったんですけど、そこからまたなんか私のイラストを見ていいなって思ってくれる人が増えたら嬉しいなって。そうですよね、うん、ね、今これネット社会だからさ、そうです ね、あのそれこそイラスト自分の描いた作品がどこでね、あのみんなが共感を持ってくれるのかがわからない中で、もうバーって広がるんで、楽しみはありますよねそういう意味では。そうです ね、どんな何が起こるかわかんないので、わからないですからねはい、そういうことで、まあ、ちょうどねこのね、まあ、僕らからするとすごく若い女性ということなんですけど、この若い女性が今この変化のこの渦中に立っているということでございますね。なんかいいですよね、なんか羨ましいなって思いますけどね。さあということで皆さんいかがでしたでしょうかね。はい、ということで、ちょっとね僕の方からもちょっと宣伝させてもらっても大丈夫ですかね。はい、まずもう先ほどからこちらねちょっとご覧いただいているかと思いますが、2月26日静岡エスニックフェスということでございます。朝、10時、会場
開演は11時からになりますね。で、終わりが、まあ、夕方の7時ということでございます。夜の7時ということでございますので、入場無料です、うん、で中には飲食、食べるところがありますし、座れる場所もあるので、まあ、1日楽しめる場所だと思いますので、ぜひ皆さんご都合のいい方ですね、来ていただきたいと思います。最初はねこれねフラダンスですね、うん、フラダンスあのハワイのね、うん、でその次のこのワークショップっていうのがこれ実はヨガなんです。ヨガ、ヨガっていうのはまあねいろいろ今ヨガっていろいろあるんですよ、うん、で今回はまたちょっと違う、このあと夕方にもヨガもう一回やるんだけど全く違うタイプのヨガなんです、うん、だからまあそこら辺もちょっとワークショップとして参加ができるということでございます。そしてベリーダンスということでございますが、まあ非常にセクシーな、こう皆さんセクシーな女性ばかりなんですけど、あの目のやり場に困りますが、ぜひ皆さんあのうまく、ご覧になっていただき、撮影は禁止ですからね皆さん、これねカメラ小僧が来ちゃうんですよ。そうカメラ小僧来るなって言ってね、いや来てもいいんだけど撮影をバンバン座ってしちゃいダメっていうね、うんうん、ことでございますが、そして今怖いじゃんほら何でもこうネットでね。そうですね、でしょ、だから一応ステージ の, あの正面にはあの撮影禁止と一応書かせてもらってます、うん、はい、でどうしても何かこの知り合い友達の関係で撮影しなければならないってことであれば、それは腕章をお渡ししますんで、うんうん、あの必ずその腕章をつけて撮影をしてもらうということでございます。そしてジプシーミュージックというのはこれ僕らがやる演奏です、ビエントデルマール、まあ、以前にも八重洲テレビでもね、演奏させていただきました、うん、そしてフラメンコですね、こちらも舞踊団がお越しいただきます。普段お世話になっている方々ですね。そして今回新しくですねネパールダンスということでございますが、うん、あのネパールって皆さん知ってますか、うん、あのヒマラヤ山脈の麓にあるあの国ですよね。あそこに100近い民族がたくさん住んでいて、そのうちの一人がですね私友達なんですよ。すごい、うん、テレビでここのスタジオで知り合ったんですけど、そう、うん、ナレスですね。で彼が一応率いて、ネパールダンスを披露してくれるということでございますね、うん、はい、そしてサルサでございます。皆さんこの人全日本チャンピオンですよ。すごいですよ。まあ美子さんってもう昔からねあのお世話になっておりまして、ここは2チーム、美子先生 の, あの指導のもと出来上がったチームが2つ出るということでございます。そして最後は、ブロッコ静岡ということでサンバが出演されます、どれもですね非常に内容の濃いものとなってますので、ぜひ皆さんお越しいただければと思います。はい、ということで私からの宣伝は以上でございます。なおさん何かありますかね、こうちょっとこうお伝えしたいこととかないですか。そうですね、はい、でもなんかインスタは作りたいというか、はい、今作ってる途中というか、うん、って感じなんですけど、はい、でもう名前はアカウント名は決まってるので、はい、できればフォローしてくれたらすごい嬉しいなって思います。あのもしじゃあそれできてさ、はいはい、またいろいろ自分の作品がいろいろできて、はい、その段階でまた八重洲テレビに遊びに来て、そんないいですか、うん、いいですよ全然、優しい、うん、優しいですかねこれ、優しいです、うん、そうだなで、で、まあ、その時ほら、はい、初めてそこで自分の作品がこう、はい、あそっか紹介できるじゃん、ね、はい、今日はこれ、ね、うん、1本ですけれどもね、はい、あの他の作品もそれであの紹介して、はい、うん、あのね、もらえれば、はい、あこういうのを作る人なんだっていうのもまたより分かりやすくなると思いますので、はい、また何かねそういうタイミングが合えば、はい、まあ、もう多忙になってしまうかもしれませんし、ね、うん、ね、まあ、あのその時のタイミングってありますからね、はい、はい、ということでございます。皆さんいかがでしょうかね、今日はですね、そのデザイナー兼、イラストレーターの直穂さんということでお越しいただいておりますが、何か質問がありましたらぜひコメントなんかで、ね、打っていただければと思います、はい、でさっきの話戻っていいですか、はい、あともうちょっと時間あるんで1分、はい、2分、そのさっきのさ、そのなんだっけ、鋼の錬金術師、うん、はい、どんな話だろどんな話、なんだろう、うん、なんか七つの大罪ってあるじゃないですか、あキリストのね、あそれ、ね、うんうん、あれをモチーフにした
お話、アクションのお話、少年漫画みたいなやつなので、うん、そういうモチーフとかも結構しっかり作られ、結構えぐい感じ、ひょっとして。あ、なんか私はなんかその小学校の時に、はい、多分あのやってたんですよ、放送が。あ、はいはいはい、はい、テレビでね、はいはいはい、だけどなんかちゃんと見たのは高校生って感じなんですけど、はいはいはい、なんか小学校の時に見た時は、はい、すごい怖いアニメがやってるみたいな、怖いアニメやってるみたいな、はい、イメージでした。おー、うん、なるほど。で主人公がいるわけですもんね、当然。そうですね、うん、でその人は、はい、あのその7つの大罪を犯す悪いやつをやっつけるみたいな感じなんですか。その7つの大罪をモチーフにした、うん、まあ、敵キャラみたいな、敵キャラみたいな、ね、ああなるほどなるほど、倒していってみたいな。そうですね、うん、まあだからそのなんか傲慢なやつもいたりとか、そうものすごいたくさん食べるやつがいたりとかってことです。そうです、そうです、本当に7つの大罪の、そういう感じですね、うん、ですね。ああなるほどなるほど。昔ね、あのね、うんうん、映画でね、はいはい、セブンっていう映画があったんですよ。知ってます、面白い、面白い、面白いけど最初最後ね、はい、あれ7つの大罪ですよね、あれも。そうですね、うん、あんまりね、そうあの映画ちょっと半分俺トラウマなんですよねあれ。確かに、うん、まああのあの映画、まあ確かに名作ですけどもね、はいはい、じゃあその鋼の錬金術師もその同じキリストの7つの大罪をもとにいろんなこうドラマが展開していくと。そうですね、いうことですね、ということでございますが、ということで最後の鋼の錬金術師の話を聞いて終わりますけれどもね、皆さんということでございます。皆さん時間になりましたということで、もう一度ねご紹介したいと思います。今日ですねお越しいただいたのは、イラストレーター兼デザイナーの直穂さんでした。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はいチーズ。あ、ちょっと待ってください。うん、そうです。変化間違ってないよ今日は。はい、チーズ。はい、オッケー、ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。